はい、今日はいつもとは違うところからお送りしております、小松純也が徳永英明さんの隠れた名曲をご紹介弾き語りますのコーナーです。今日の、曲は、オリオンの炎という曲なんですけど、この曲ちょうど僕が、家出をして、ギターを弾きながらいろんなところを冒険した頃に、リリースされた曲で、なんかこの曲を歌いながらなんかこうなんだろう、自分の将来をどうしようかなとかいろいろ考えながら、この曲を練習して、歌ってた、思い出がある曲です。で多分当時 MD プレイヤーがあって、この MD プレイヤーの中に入ってた曲でもあって、でまあその別になんかね、あのオリオン見てるかなって思うような人はいなかったんだけど、そういう、曲です。ということで今年はちょっと無理かもしれないけど、来年リリースのアルバムにも収録されてますんで、ゆっくり聴いてください。では聴いてください、オリオンの炎。ああ誰もが皆この星に生まれてきて、同じ道を歩むことが定めならば、ああ君と僕はなぜあんなに悲しんで違う道を選び別れたのだろう。果てしないこの空にどうにもならない叫んでも、あのオリオンに君と肩寄せ合い、夢叶えると君に誓ったはずさ。ああ昔ならばもうこの場で諦めて逃げるように僕は帰ったのだろう。枯れるほど涙してどうにもI'm not afraid to die.
この空に離れれば離れるほど燃え上がる、あの理論も君も見ているかい、今届けたいよ僕のこの想いを、君雪にして僕は愛に帰るよ。僕は愛に帰るよ。チャンネル登録もよろしくお願いします。